こんにちは、井の一ブックス管理人の船橋拓です。2021年4月24日に漆喰塗りワークショップを開催しました。今回の動画ではそのワークショップの様子をお届けいたします。吉祥寺にありますインテリアショップ、デコールインテリア東京さんの漆喰や道具を使っております。このように地域の方々を中心とした皆さんのご協力でワークショップを開催いたしました。漆喰を塗っているこちらの壁はあらかじめ高圧洗浄による洗浄と、あと下地となるプライマーを2度塗りしています。こちらの場所はもともとは駐車場、つまりガレージだったんですけども、コンクリートの壁や天井、床などは何かの基地のような趣があります。こちらの場所はポテンシャルはあるのですが、もう少し彩りや華やかさを加えたいとかねてから思っておりまして、ご縁のありましたデコールインテリア東京さんの漆喰を使ってワークショップをすることになりました。漆喰の色はグリブランです。うっすら灰にがかった白い色になります。漆喰自体はクリーム状でとても滑らかです。その漆喰を板に乗せて専用のコテで塗っていきます。板は100円ショップなどで購入したバインダーも使いました。この日は10名前後の方にご参加いただきました。このようにもう終盤に差し掛かっております。横の方のところがやはり狭くて塗るのが非常に難しかったんですけど、非常に丁寧に皆さんやっていただいて非常にありがたい感じです。棚の方にはプラスチックパインのオイルステインを塗りました。布のカット済みウェスにつけてから塗り込んでいきます。そして完成ということで、非常にこれ綺麗に本当に仕上がっております。本棚の方、こちらオイルステインの方はまだこの日は塗り終わってないので、後日私の方で塗り終わりました。井の一ブックスは不定休となりますので、各種 SNS やノートなどで事前に営業時間等をご確認の上お越しください。